はいどうも、こんにちは、ガクチャンネルのガクです。だいぶね、このブイスト、買って、まあ、いろいろね、オプションというか、まあ、装備をね拡張してきました。だいぶね、付け終わったのでちょっと装備のね、ご紹介をまとめてね、今の現状の、僕の装備を見ていただこうかなと思います。で、いろいろ本当につけちゃってるのでザザッとね、今回ご紹介をして各ねパーツについては各々ねちょっとクローズアップして分けてね動画を出させてもらおうかなと思ってます。その方がね多分しっかりその部分を見ていただけると思うんで、まあ、今日はねざっととりあえず装備を紹介したいと思ってます。はい、まず外観なんですけどこんな感じです。今ねかなり、ごっつくなっちゃってますね。いろんな方の動画とか、ブログとかを、見てね、参考にさせていただいていろいろ装備は拡張してきました。はい、まず外観ね、こんな感じになってます。まあパッと見パニアね、トップケースパニア、あとフロントのこのボックスね、こういうのをつけてる感じになってますね。その他ではまあこのこれは中華ですね、中国から取り寄せた分ですけど、ヘッドライトのガード、まあ特にこの上にね、まあやる予定あるかどうかはちょっと別にして、まあアクションカメラとかも取り付けるこういうのがついてる分、あとこのフロントの風防をこうねスライドして上げれるこのステーね、これをつけて、でその上にシールド、これも上下できるんですけどね、こういうのをつけてます。これ一番上までまだ上げてない状態ですね。これあれなんですよ、一番上まで上げるともうヘルメットに全く風が当たらないくらいになるんですけど、逆に夏場になってくると今もちょっと暑くなってできてるっていうか、ちょっとねヘルメット内に空気を通そうと思うとこのくらいにして角度をねちょっとつけてあげたら、ちょっと上のこのヘルメットのこのなんていうんですか、風入るところがちょうどねこう風がうまくここに当たって入ってくるような感じなんで、このくらいにしてますね。で前からあとフォグランプね、フォグランプこれもともと30ワットのつけてたんですけど、これ何ワットだったかな、片側10ワットだったかな、30ワットのやつにつけてたんですけど、なんていうか中にね水が入ってきちゃったんですよ。多分まあ僕中もバラしたりなんかしてやってたんで、ゴムのね、まあ、当然こう水入らないようにこうなんていうか、ちょっと出てこないわ、ゴムの輪っかみたいなのが入ってるんですけど、まあそういうのが多分劣化してたんだと思うんですけど、まあそれでも10ワットのやつに変えちゃいました。それに30ワットのやつ、僕の使ってたやつ結構広角にね、こうライトが広がっちゃうんで、これはねどっちかというとこう強角なんですよ。だからなんていうか対向車とかにもあんまり迷惑かけない、まあちゃんとポジションだけね出してあげると迷惑あんまりかけないんで、まあこれにしようかなということで、まあ新しく買ってもよかったんですけど、まああったんでね、もうこっちでいいかと思ってつけちゃいました。で、フォグランプのスイッチが、これになります。これね一応オンになるとこういう風にランプがつくようになってますね。こんな感じです。ね、はい、こんな感じになってます。これがね結構ね夜になると地味に眩しかったりするんでね、ちょっと考えもんかなと思って、でもちゃんとついてるかどうかが分かるっていうのはいいと思うんですよね。はいね。でハンドル周りいきましょうか、もうついでね。でこれちょっと水入ってるのは大丈夫かな安いねこれ、あれなんですよ USB のね、中はね水、あでもなんかちょっと湿ってるな、お大丈夫か、なんか濡れてるな大丈夫かこれ安いやつなんですよ。でこれね一応ね
ここの間もコーキングねちょっとしたんですよ僕ね、追加で一回これ下からネジ止めしてるだけなんで、ね、ネジ、外すと、これがあの分解っていうかね上下に外れるんですけど、でちょっと怪しかったんでコーキングをしたんですけど、この上かな、上はね何もしてないんですよ。これカバー外してここもコーキング入れといた方がいいかもわかんないですね。わかんないです。でゴム自体はねしっかりしてますけど、昨日ね雨だったんでこれ見えるかな、濡れてますね。ここもねコーキングね一応ねなんとなくしたんですよね。はい、まあまあこんな感じです。まあこれは本当に千何ぼ2000円もしないやつなんでね。で、ハンドル前そのまま行くとこれも USB です。こっちは大丈夫だな。これ USB-C とこれも安いやつなんですよね。でこれはここのスマホに給電するので、まあ、PD 対応のこの USB-C があったら便利だなと思って、これをつけました。で同じメーカーのやつなんですよ。すごい安い中華メーカーのやつなんですけど、ポイントとしてはこっちはねこの物理スイッチっていうか、ここでオンオフをこう電源を通電できるかどうか、まあ、決めれるパターンのやつで、こっちはね押しボタン式ね。でこっちのやつは、まあ、当たり前ですけどオンの方にしてればずっとオンのまんま、ね、エンジンを切っても次エンジンオンにしてもオンのまんま。でこっちのやつはね毎回ねオフになっちゃうんですよ、エンジン切ると。だからそういう違いがねちょっとあるんです。はい、まあちょっと乾かしとこうか。こっち水入ってないですよね。こっちの方がいいんかもわかんないね。こっちの方がそら値段ちょっと高いです。でも安いけどねそれでも。であとはねまあこれはとりあえず仮です。あのピークデザインのやつが来るまでのやつとして前使ってたやつをつけてます。はい、まああのスマホホルダーね。あとはハンドル周りにこれも一応仮設置なんですけど、GPS のアンテナ、これねどっか移植しようかなと思うんですよ、この辺りとか。あのなんでかっていうと冬場になると僕多分ねここになんていうのハンドルカバーみたいなのをつけるんで、基本的になんかこの辺りに何もつけたくないんですよ、こういうのとかね。これもまあちょっと考えもんなんですけど、はい、だからまああのちょっと仮設置です。でこれね、なんていうんだったら、ハンドルのスタビライザー的なやつなんですけど、これいいですね。あのかなりこうハンドルのガタガタしたのがなくなるんで、おすすめです。まあつけてない方いらっしゃったらね。で物もここにつけれるし、まあハンドルカバーを皆さんつけるかどうかは別にして、まあ、このあたりに物をつけてた方が便利だと思うんですね。この上のやつとかね。これもだからあの。そのこの風防をスライドするやつをつけないとこれのバーはないんでね。だからあのまあそういう意味でもあったらね便利ですね、このスライドするやつね。はい、でドライブレコーダーね、これも細かい機能はまた別の動画でもう一回ねご紹介しようと思います。前にもご紹介はしてるんですけど、もう一回ね改めてしようかなと思ってます。だいぶ使い込んだんでね。はい、でここに一応あのドラレコの GPS をつけてます。で、これは木島の、これもつけちゃいましたよ、もうあったかくなってきたけど、グリップヒーターね、のスイッチ。だから前はね僕ね GSX の時はここにスイッチがついてるやつだったんですよ、ハンドルこの何、あったかくなるやつね。だけどあえて分離型にしてここに持ってきました。まあ、さっきも言ったようにハンドルカバーをつけると全く見えなくなってしまうんでね、やっぱり不便だなってずっと思ってて、で前のやつがもう潰れてしまったんですよ、そのスイッチのところがね。だからまあ今回買い替えて、これね木島のやつでね安いんですよ、もう1万円もしない、7、8000円くらいだったかなのやつなんです。これかなりぬくくなるしおすすめです。まあ真冬の時期を通り過ぎてからつけたんで、まあでも十分暖かかったんで、おすすめできる商品だと思いますね。はい、で、ハンドル周りのところの配線はまあこんな感じですね。基本的にねこのヘッドライトの中に収めるようにしました。もうできるだけ配線を短く切ってね、まあここはもうネジこれ2つねと、あとこの下ね、この下のところにここに映ってるかな、ネジが1個ありますね、これだけで外せるんで、
まあ僕の場合はこれカバーつけてるからこれも取らないと、ダメですけど、ここね、取らないとダメですけど、まあこんな感じになってます。はいね。で横につけてるのはこれもねちょっと他の方の参考にしたんですけど、なんていうかな、もうつけてるのはねこのエンジン、あそうそう、エンジンガードが、エンジンガードはあのこれ前も見てもらったと思うんですけど、ここでこの中のね、ここでつけてて、こういう感じでね下のところに止めてる、この下のなんていうかな、これもエンジンガードでいいんかな、のところにこういうふうにつけてるタイプのやつなんですけど、まあ、そこにもうなんていうかな、結束バンドで留めてる感じになってます。この下とね、こんな感じで、ここは穴開けましたね。はい、これで結束バンドで留めてる感じで、両側同じ感じですね。で一応盗難防止っていうか、まあなんていうか気持ちだけで、こうダイヤル錠をここにとつけてますね、気持ち、ね、で中はね一応これもロック、軟禁状的なやつをこうかけてますけど、よちょっと待ってくださいね、一応開けてみましょう。よいしょね、こっちにはね空気のポンプ、よいしょ出てきちゃった、これがバッテリーのやつですね、なんていうかバッテリーが上がってしまった時にこれでつないでエンジンかけれるってやつね、バッテリー上がった時、あとこれは空気のポンプですね。よいしょ、ちょっと中までちょっと見せるのが大変だけど、ちょっと待ってくださいね。よいしょ、はい、これはいただきもんなんですけどね、空気の電動、ポンプですね、シャオミ製のやつなんですけど、これ結構気に入ってます、使いやすいですね。はい、で、同じく反対側も同じような、仕様になってるんですけど、とりあえず鍵を開けないとダメですね。なんかねいろいろつけちゃったんでね、すごいことになってますけど、はい、はい、こっち側はこれ中入れてない、あ入ってるわ、一応ガソリンね500だけですけど、500ミリリットルだけですけど、前から持ってたやつなんでね、念のため、積んでます。定期的にねこう入れ替えはしてますけど、あとはここはねネットとかですわ、一応荷物積む時に急にね荷物を積むようになったりした時に必要なネットとかウェットティッシュで、あとこれワークマンで買った安いねあれですカバンね、とかで、あとゴミ袋とか、そういったものを入れてます。あとはこれはスノボやってた時に使ってたダイヤルロックね、これもコード伸びるんでね、こうビヨーンって自分で伸ばしてこうワイヤーかけれるんで、まあ荷物とか積んだ時にね、使えるかなと思って一応入れてます。で、ドリンクホルダーも一応つけてます。とは言っても僕の場合はもう灰皿になってます。灰皿ね、はい、まあフロント周りはこんな感じかな、はい、こんな感じです。はい、一個ね、紹介するの忘れてました。これねミラーなんですけど、これわかるかな、今ねこれフィルム貼ってるんですよ、これねなんていうかな、浸水性の、加工の、ミラーのフィルムで、 V ストローム専用っていうのがAmazonであったんで買ってみたんです。ミラーやっぱりねいろいろこう塗り込むやつっていうか、スプレーのやつでこう浸水性のコーティングするやつとかもあるんで、それやってたんですけど、やっぱりねすぐに取れちゃったりするんで、フィルム貼ってみましたね。実際、水かけた映像がこちら、こんな感じ、ちょっと全画面で出しましょうか、こんな感じです
今見ていただいた通り結構ね効果あると思うんですよ。これ両サイド貼ってます。だからもうカットもね本当に綺麗にね、このVストローム用のミラーにしてくれてるんで、もう本当に貼るだけで、基本的にこう最初に拭いたりする、まあ、スマホのフィルムと一緒ですよね。綺麗にするやつとか シートっていうかアルコール消毒用のシートみたいなやつとか全部ね一式入ってるんで、結構ねこれはお買い得かなと、買ってよかったなと思ってますね。でリア周りね、リア周り行ってみます。でまずパニアケースなんですけど、パニアはこのジビのね、E22 だったかな、とかいうやつね、これをつけてます。で鍵やってこの R のとこにやって押し込むとね、これリリースで取る。ちょっと片手だとちょっとしんどいけど、まあこれで押し込んだらね、取れるんですよ、パコッとね。はい、で、こっちにしたら開くという感じで、こっち側に何ていうか、まあ今日はねこういう風なちょっと簡易的な机とかも使うかなと思って入れましたけど、椅子とかね、ヘリノックスの、椅子ですけど、まあ、普段はこんな感じですかね。マスク、今だからマスクね、マスクケースで、あと一応なんかの時にライトね。でこれが前ご紹介しましたけど買い物袋で、一応これはもうウェットティッシュね、さっきのやつ予備なんでウェットティッシュで、あと傘で、あとスタンプラリーも忘れないように、あと書類関係ね。でまあ1枚だけこっちにもビニール袋、まあ雨で濡れたりねなんかした時にビニール袋は結構使えるんで、こんな感じで、入れてます。そこそこね入りますよね。はい、でこれだけね別につけました。これもねやってる方のやつを見たんですよ。で僕つけたんですけど、これがないと、まあ一応ねこう止まってくれるんですけど、ここがねなんかバキッといきそうな感じがして、だから両サイド、つけました。こんな感じでね。はい、であとここに100均のライトね、あれなんかつかないな、まあここにライトをつけてます。もしかしたらちょっとなんかついてたのかな、間違えて。はい、であとはねこれもまた詳しく見ていただいたらあれだと思うんですけど、これちょっと線がね1本 この中に入れました。この後ろのね、これ何だったかな、型番ちょっと忘れた、まあ出しておきますわ。こんな感じで、このケースにこれ加工しました僕ね。ここで、防水カプラーつけて、止めてます。でこの線は何かと言いますと、これあれですよ、ちょっと もうねずっと見ていただいてる方はご存知だと思うんですけど、前にねトラックに当てられて、でもともとねテールランプこれだけなんですよ。ブレーキランプね、ちょっと踏みますよね、これだけなんですよ。ちょっとねなんとも寂しい感じがするんで、これちょっと明るいから分かりにくいかもしれないけど、まあハイマウントランプ的なやつを増設しましたね。まあやっぱ当てられてねすごく怖くなった、ブレーキ踏むのが、ということで、これをつけたんです。でそれの配線ね、がここで来てます。でどっちしろ配線を持ってくるんで、三芯の配線にしました。どっちしろねマイナスアースは持ってこないとダメなんで、マイナスとブレーキランプの配線ね、それとあともう一個ね電源線を持ってきました。電源線でちょっと落ちちゃった。まあ、ここからインして入ってきて、で USB ね、これ前使ってたやつ余ってたっていうか、あれしたんでデートナのやつですけど、これをねつけました。だから
三振で回してきて、一個はブレーキとブレーキのプラスとマイナスで、マイナスはここで分岐して、電源線ね、アクセサリーのプラスとマイナスね。だからあの、まあ、カメラのバッテリーとか、なんていうか、まあ、カメラ自体とかをこのトップボックスの中で例えば充電できるっていうね、いう感じになってます。これはついてるの、さっきもついてたんかな、明るくてわからなかったんかな。まあこんなね、100均のやつつけてます。であとはまあよいしょ、もともとの純正のね、こういう風な敷物っていうかがあって、まあ、普段はねだいたいこんなもんですね、入れてるもん。これはね、あのあれですよ、だからいろんなコード類ね、スマホ充電するためのコードとか、まあそういうのを入れてます一応ね。今日はねちょっと撮影とかなんかまあいろいろあったんでこんなん入れてますけど、あのこれ何にも入れてなかったらね、これね僕一番最初このケースね、このトップボックス紹介した時に多分縦側にね、ヘルメットやって入れてたら入らないんですけど、あの横向けてねこうやってやると無理やり押し込めばね入るんですよ、無理やり押し込めば。よいしょ、ちょっと無理やりなんですけどあの僕のヘルメット、ちなみにこれ XO、 あの荒井のめちゃめちゃでかいやつ、あの特大モデルのやつなんですよ、だから特にでかいなので普通の人のヘルメットなら入る、普通に入るのかもしれないですけど、まあ一応僕のやつはあの無理やりやれば入るんでね。最近この横をつけたもんでね、できるだけ物をトップボックス入れないで、そういう風な感じにしてます。こっちはね工具類、基本的にまあメンテナンスノートとかもこう入ってますけど、ちょっとね、一部入ってますけど、まあ、これも今最近作業やってね、まあいろいろ入れてますけど、空気圧の一応ねこれもドラレコのやつの空気圧が表示が正確かどうかを調べるためにちょっと入れたりしてました、はい、で工具ね、この中も工具です、全部工具ね、工具です。でこれね、中華で中国から買ったんですけど、これメーターのカバーなんですよ、こうやってね。でここ僕は穴開けたりしたんですけど、これってあんまりダメですね。雨降ったりするとね、どうしても中にね、ここの穴じゃないんですよ。多分この間の、この上の方の穴とかから水が入って、メーターがめっちゃ見にくくなるんですよ。だからあんまりおすすめじゃないです。もう外しちゃいました、僕。はい。まあ、こんな感じですね。はい。一応ね、ザザザと装備は説明。あと、これ、ウインカーね。これ LED に、玉だけ変えてます。玉だけ。ちょっと見た目がブサイクなんでいかがなもんかとも思ったんですけど、まあちょっとね、こう、外すのがめんどくさいなと思ってね、カウル関係、ああ落ちたね、それでまあそんな状態になってますね。で一応なんとなくですけどリアシートの中もちょっとご紹介をしときましょう、はい、一応こんな感じになってます、こんな感じですね、はい。で細かくいくと、あそうそう、追加でねこれ木島のアランもつけましたね、これがなんていうの、エリアセンサーみたいなやつね、です。ちょっとごちゃごちゃしてるんでもう特に紹介はしませんけど、これだけね、この BM2 ってやつ、これまたちょっと後で個別でまた動画撮れたらなと思うんですけど、めっちゃ便利です。バッテリー、バイクのバッテリーとか、まあ車でも使えますけど、バッテリーの管理ができるね、スマホでいうアイテムです。これめっちゃ便利です、はい。あとは ETC ね、 ETC がここで、これはアラームのアンテナですよね。はい。あとは、これね、エアタグ。
はい、こんな感じ。これちょっとね、こっちはちゃんとつけたんですけど、こっち間違えてね、片っぽ止まってない、止まってないっていうか穴入ってないんで、ちょっとこっちがゆるゆるなんですけど、まあもう仮でつけたんでいいかと思って、そのままになってます。はい、まあ一応こんな感じですね。だから僕の場合はちょっともうあえて、これ違うな、このアウトレットのとこから、前もちらっとねご紹介しましたけど、ここからアクセサリーの電源、このブルーのやつが一応ね、電源がオンになった時に給電される、ケーブル、ね、でこれでリレーに入ってます。リレーね、A モノリレー、これに入ってエンジンがオンになった時だけ、バッテリーからね直接電源を取れるように、仕込んでますね。はい、ザザザっと、もうまたダラダラ長々話してますけど、一応こういう風な感じの装備に、なりました。あとはね、まあそらいろいろすることって言ったらあると思うんですけど、まあ給排気関係なんか全くいじってないんで、快適装備だけなんでね、僕の場合今のところ。はい、まあなかなか、便利に仕上がったと思います。あとね、ちょっとこれもオカルトチェーン、オカルトチューン的なやつになると思うんですけど、これ自分で作ったんですけど、この静電気を放電するボルトね、静電ボルトっていうか、まあ、自作です。こんなやつね。これね、でもね、効いてるような、なんかもうこれも、まあ気分的なものかもわかんないですけど、効いてるような気がします。なんか低速から中速域のちょっとね、こう嫌な詰まりっていうか、加速感がちょっとフィーリングが変わったかなという感じはしてます。あとまあこういうとこにもつけてますけどね、なんとなく、はい、ここかね、こういうとこにもつけてます。はい、こんな感じです。はい、はい、どうも、いかがでしたでしょうか。まあ、ざざっとね、とりあえず今現時点でね、僕がつけてる装備ご紹介しました。とりあえずね、快適装備っていうか、まあそっちの方メインで、ずっとね、つけてきましたけど、自分で言うのもなんですけど、そこそこね、まあいい感じに仕上がったのかなというふうに、思ってます。今からね、また個別にここね、まあなんていうかアイテムのご紹介をね、ちょっと動画撮ろうかなと思ってますんで、まあ、詳しくね知りたい方は、そっちの動画をね、また参考にしていただけたらと思います。で、全部を全部ね撮るわけじゃないので、もっと詳しくね、ここについても知りたいっていうことが あるんであればね、またコメント欄の方入れていただけたら、そこだけをねクローズアップしてまた動画撮ろうかなというふうに思ってますんで、どうぞよろしくお願いします。そしたらね、今日はこの辺で失礼します。さようなら。